皆さんこんにちは。おかげさま中国の上海浦東国際空港に来ております。本日北京から夜行列車使って上海の方に移動してきたんですが、もう今から中国出国します。で、日本から中国に来て、第三国が必要なわけですけども、今回はお近く韓国のソウルに向かいます。日本韓国の移動を中国経由でやったということになるんですけども、この上海浦東空港から今回初めて乗る航空会社です。意外かもしれませんが大韓航空ですね。僕乗ったことないんですよ、大韓航空。いつもアシアナばっかり使ってて、初めての大韓航空ですね。こちら使いまして、今回は韓国のソウルインチョン国際空港まで向かいます。はい、ということで、上海浦東空港は第1と第2ターミナルがあるんですが、大韓航空スカイチームに加盟してます。スカイチームの航空会社は基本的に、ね、第1ターミナルから発着していますね。はい、というわけで合ってるよね、第1よね。ちょっとこれ一応確認しとこう。ターミナル1こんな感じで出てる。うん、大韓航空入ってるわ。あ、 JAL もこっちなんだ。ワンワールドだけど JAL とスリランカ航空は第1ターミナル使ってるんですね。うん、で、僕が乗るのは、大韓航空は左下のスカイチームの航空会社です。中国東方航空の拠点ですからね、だから T1 使ってるのかな。はい、ということで初のスカイチーム大韓航空の利用ということで、ちょっと楽しみですね。意外じゃないですか、意外と大韓航空使ったことがないっていうね。前からね、乗らないんですかって声は結構多くて、僕自身もね、乗りたかったんで、僕大韓航空ってもう夏姫の、ね、夏姫リターン事件のイメージしかないんですけども、果たして今日は無事にリターンせずにソウルまで行けるのか。早速ですがターミナルの中入っていきましょう。もう出発2時間前なんで、そんなに時間いっぱいあるわけじゃないですね。で、荷物検査を受けてターミナルの中に入りました。出発のフロアに上がりましょうか。第1ターミナルの方が、便数は多分 T2 と比べると少ないので落ち着いてますね。僕、上海の浦東の第一利用するのは初めてかもしれないね。日本航空で上海に来たことはないので初利用かな、多分ね、覚えてない。もしかしたら東方航空とかで乗ったかもしれないけど、こんな感じになってますわ。サブウェイがあって、なんかすげえトゲみたい、上なんか奇抜なデザインですね、この空港。 T1 は T2 はね、もっと開放的な感じですごく好きなんだけども、ちょ、大韓航空のチェックインカウンター探します。大韓航空なんですが、チェックインカウンター H を使っていました。で、あのスカイチーム、僕ステータス持ってないんですよね。もうそろそろスカイプライオリティマジで作ろうかなと思ってるんだけど、これ並ばないといけないってことだよね、スカイプライオリティない場合は。今回エコノミークラス利用するんだけどもね、めちゃくちゃ行列だ。セルフチェックインでできないのかな、ちょっと機械あるんで見てみようか。列並びます。あのチェックイン端末、自動チェックイン機ではできなかった。もしかしたらちょっとオンラインチェックインできるかもしれないんで、ちょっと一回やってみますわ、アプリで。これ並ぶのだるいな。スカイプライオリティあれば誰も並んでないんだけどね。ちょっとやってみます。はい、アプリで見てみた結果なんですが、この上海浦東空港、オンラインの搭乗券では飛行機に乗ることできない。必ずカウンターによってボーディングパス出してもらう必要があるみたいです。座席指定は今無料ですることできました。一応窓が押さえれたんだけども、必ずカウンターによって紙の搭乗券をもらわないといけないみたいなんで、もう仕方ない、並びましょう。僕預け荷物ないんでね、なんかそういった例も欲しいよね。これバッケージドロップとかで、いや無理だよね、これ預けるだけだもんね。って感じですけども、しゃあないね、スカイプライオリティ持ってない僕が悪いです。いや、もういい加減やっぱ作った方がいいね。搭乗券の受け取り完了しました。10分ぐらいで終わった。あの列10分でさばきましたよ、すごいね。これいつも言ってるけど、あの韓国ってね、こういったなんか細かな手続きめちゃくちゃ早く終わるよね。これはね、あの羨ましいなと思います。で、別にあの航空会社のスタッフの方も全然その不快な感じはなく、僕今回あの大韓航空のスタッフの方がやってくれたんだけども、全然その不快な感じとかもなく、もうパッ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 パーとね、シャ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 ってやって、もうシャッと搭乗券出すみたいな感じで、すごいテキパキしてるなと思います。これは本当いつもね、韓国の航空会社利用するときに思うことかな。スムーズです、ノーストレス。はい、では搭乗開始まであと1時間ぐらいあるんですが、今回あのプライオリティパスでラウンジはあるかな、あればちょっと入ろうかなと思うんだけども、あと1時間ぐらいあるんでね。フライト時間は1時間半ぐらいかな、ほんと短いフライトになりますわ。で、機材はね、なんと777のダッシュ 300ER です。だから今回大韓航空選んだっていうのもあるんだけど、これがね、ナローボディ機とかだったらちょっと嫌だったんだけどもね。では出境審査の方に行きましょうか。インターナショナル&香港マカオ台湾デパーチャーって書いてますけどね。あ、ちなみにあのね、日本から中国経由で第三国の時に、その第三国を台湾や香港マカオにするのは別に問題ないですからね。イミグレーションを通りますから、国内線ではないので。よくあの質問があるんですけど、第三国マカオとか香港台湾でいいんですかっていうね、コメントいただきますけども、全然問題ないです。で、逆にマカオ中国本土日本でも OK です。
では出境審査行ってきます。保安検査もありますよね。出境審査、保安検査終わりました。保安検査ね、30分弱並びましたね。結構時間かかりました。中国保安検査厳しいので一人一人時間かかるんですよね。で今回ゲート18番ね、すごく近い場所です。で今プライオリティパス調べると中国東方航空のラウンジ使えるみたい。ただしその、中国東方航空およびスカイチームの航空会社を使う場合のみプライオリティパス対応してるみたいですね。なのでもし日本航空使う場合でステータスない方はプライオリティパスあっても東方航空のラウンジで使うことはできません。で東方航空のこの36番ラウンジ、中国って結構ラウンジね数字で表すんだけども、この36番ラウンジが使えるみたいなんでこちら行きましょうか。あ、一応大韓航空とかの指定ラウンジとかにもなってんのかな。36と39あります。36行きましょう。まあそんな時間ないんだけども、まあでも機内食も出ると思うしね。エスカレーターで上に上がります。今日天気あんま良くないですね、うん、今回ゲート近いんで割とギリギリまで滞在できそうですね。エスカレーター上に上がりました。日本航空の指定ラウンジにもなっている39のラウンジの方もプライオリティパス対応してます。あっちは別にエアラインの指定とか特にないですね。制約は一切ありません。どの航空会社乗る場合であってもプライオリティパス持ってれば使えます。で今回はせっかくなんで東方航空のラウンジ使わせていただきましょう。こっちはスカイチームの航空会社を利用する場合のみねプライオリティパス使えます。ラウンジの中入りました。さすが中国東方航空拠点空港なだけあってめちゃくちゃラウンジ内広々していますね。反対サイドファーストクラス用というか、 なんか上級会員用のラウンジもあるみたいです。でもちろんシャワールームとかもねありますから、シャワー浴びたい場合は使ってください。これ今3階なのか、じゃあ4階がここで5階がリラックスエリアなんですね。さっきそっち見に行こうか。なんかめっちゃ広そうこのラウンジ、初めて来たわここは。これねプライオリティパスで使えるのありがたいですけども、まあでもねスカイプライオリティとか持ってる人、セーダスとかビジネスクラスの人からすると P パスで入りやがってって思いますよね多分。中国東方航空、まあシャワー使いたいけどまあいいや今日は。おお、え、なんかすごくない？なんかマッサージチェアみたいなのがあったり。なるほど、こんな感じなんだ。なんかちょっと不思議なラウンジですね。ここ5階のリラックスエリアになります。下のね4階はめっちゃ混んでてごちゃごちゃしてたけど、5階はかなり空いてますね。5階にも一応軽い軽食程度は用意されてるみたいです。ソフトドリンクですけども気持ちよく並んでますねこれ。いいわこれ並べるの楽しそう。こんな感じ、もちろん冷えてるやつもあります。ビールがあったりコーラもね冷えてます。アルコールこんな感じですね。あとはコーヒーマシンで、サンドイッチとケーキ用意されてます。5階の食事はあくまで軽食って感じなんで、まあ、メインの食事は一つ下の4階で行ってください。4階のミールのコーナー降りてきましたけども、あ、結構うまそうだな。パスタとかソーセージ、卵、今朝食の時間帯ですから朝食メニューが並ぶ。ただそんなにめっちゃ種類が、ね、あるってわけじゃないですわ、うん、ちょっと少ないんじゃないかな、むしろ航空会社のラウンジとしては。MU ヌードル気になるな。安定の食べないと言ってず結局食べる食べる詐欺にします。チンタオビルあったんでちょっと久しぶりに飲みますわ。で、あとは天津で肉まんかな、肉まんと、僕あの結構お粥好きなんですよね。これ前から言ってると思うんだけど、高菜のお粥 とナポリタンかなと、チャーハンと卵ですね取ってきました。まあ機内食もさっきも言いましたが離陸後多分すぐあると思うので軽めにしておきます。今日まだそういや朝食食べてないんでね、これが朝食になりますわ。うまそう。2階でまったり過ごしていたんですが10時50分搭乗開始で今45分なんでそろそろゲート向かいます。
こんな感じで東北航空出てるんですね。香港、あ、大阪、モスクワか。そっか。名古屋、バンコク、台北、東京、ソウル、パリ。あ、パリもあるんだね。なんかヨーロッパの人結構多いなと思ったら、でもこれ乗られるんじゃないかな。アムステルダム、ローマ、マカオとかね。あとやっぱアジアが多いね。ではゲート向かいましょう。まあ、東北航空のラウンジ、この5階のエリアすごく快適で、4階はちょっと騒がしいんだけども、5階は落ち着けるんでおすすめです。これプライオリティパスで入れるのでかいですね。ありがとう。ではゲート向かいましょう。ラウンジ出ました。今回1時間半のフライトですからね、非常に短い、あっという間に着きます。まあ、この短距離線でもトリプルセブン投入してくるあたり、需要かなりでかいんでしょうね。大韓航空はトリプルセブン以外にも長距離線を747も今も使ってるし、あとはエアバス A380 も持ってるし、割とアジアの中でも、東アジアの中だと多分一番就航してる、ね、数も多いと思うしね、いろんな国でも日系エアラインよりも全然就航地数も多いと思うし、強いよね大韓航空。 JAL ANA にも頑張ってほしいなと思うんですけども、で、まあ、今後アシアナ航空も大韓航空に、まあ、吸収されるわけですから、またね規模がでかくなります。ゲート18番なんで、左かな、近くていいです。今回は優先搭乗もちろんできないので、ゆっくり乗り、あれもうボーディング始まってる、まだよね。見にくいですが、今回の飛行機、こちらボーイング777のダッシュ 300ER にあります大韓航空の、まあ、フラッグシップ機にはならないのかな、でもあの長距離で使われている機材ですね。ファーストクラスもあると思うので、ファースト、ビジネス、エコノミーの3クラスになるのかな。こちらで今回はソウル、インチョンまで1時間半ほどのフライトです。今搭乗始まりました。 KE894 便です。優先搭乗できる人めちゃくちゃ多い。搭乗開始したんで乗っていきます。トリプルセブンのダッシュ 300ER 君よろしく。今日窓側なんで、あ、エンジン音聞けないかな、エコノミーの後ろの方なんでね。まあ乗っていきましょう。枯れ道はやっぱファーストあるね。今回エコノミーなんで右です。機内の方入りました。こちらビジネスクラス、ビジネスクラスは232なんですね。やっぱトリプルセブンということで、まあ、これ正直今のビジネスに比べるとね、結構ハズレになると思うんだけども、こんな感じのビジネスクラス、隣が空席だったらね全然いいんだけどもね、なってます。でその後ろがエコノミーで、プレミアムエコノミーの設定はありませんね。こちらがですねエコノミークラスになります。まあ、トリプルということ、あれ333ですね、エコノミー343じゃないんだ。333は結構ゆとり配置なんじゃないですかね。あれそうだよね、多分今回45の J なんでかなり後ろの方になります。座席の方着きました。今回45列目 J 席、座席の上にはですねクッションだけ用意されておりました。でもさっきは何回も言ってますが、今回の機材はボーイングの777のダッシュ 300ER になります。まあ、大韓航空長距離でもね使われているこの 300ER ですけども、まあ、もしかしたらいくつかね座席の仕様があるのかもしれない。777ダッシュ 300ER でも機内のコンフィグが違うってことは、まあ、あるあるなんで、 ANA だってね2種類ありますから。エコノミーは333の横9列になってますね。なので横幅は10列じゃないので結構ゆとりあるんじゃないかな。エアバス A350 とトリプルセブンってトリプルセブンの方が横幅でかいんですよ。なので343のことが多いんですけども、今回の機材は333です。モニターはこんな感じでついていまして、下にはですね USB の充電、あと足元にはねコンセントもついています。 Thank you。 入国カードもらいました。でも僕あの経営者やってるからこれいらないんだったっけ。いやでもあれか、パスポート変わったからいいのかな。まあいいけど、USB ついてて足元には、ね、コンセントもついてます。で日本語に対応してますね、さすがです。タッチパネルだよね、反射して見えないんで閉めましょう。
これ新作映画の数だね。안드시나요저희가45불짜리가터치가안되는자리였어요こんな感じ지상에서못받았잖아요아네피저희괜찮으시냐빈자리굉장히많아요こんな感じで見れます。ちょっと古い画面ではあるけど、まあでもそんな操作性なんかね重く感じるとかはほとんどないかな。やっぱ中国の映画、中国じゃない韓国の映画がね多いですね。ちょっと強く押し込む感じで運行場。今日おそらく隣空席です。ありがたい。ああいいじゃんいいじゃん、使い慣れたやつだ。ちょっとなんか日本語訳がおかしい時もありますけど、はい、こんな感じでシャッとね、シャッと飛ぶだけです。シャッと名古屋大阪この辺ですね。上海から日本よりも上海からソウルの方が圧倒的に近いかな。ただ上海那覇と多分同じぐらいなんじゃないかな、フライト時間的には。以上モニターの紹介でした。足元なんだけどもやっぱり広々してるわ。拳がね 2.5 個分ぐらい入りますね、僕の拳で。全然足も組める余裕の広さがあります。まあ、1時間半ですからもう全然余裕です。まあ、順調に搭乗進んでます。11時10分ですけどもドア閉まりました。ほぼ満席ですね。ただ僕の隣は今日空席、ありがたいです。快適に韓国のソウルまで行けそう。11時15分になりました。プッシュバック開始。隣は中国東方航空名和製330で、あ、奥に KLM がいるね。これは777かな。アムステルダム行きです。離陸の順番回ってきました。上海浦东空港を離陸して韓国ソウルインチョンに向かいます。
茶色だね、濁ってる。離陸して5分弱でベルトさん行けました。今日フライト時間短いですけど、ちゃんと機内食提供しないといけないんで、結構バタバタしそうですね、CA さん。でちなみに飛行機乗るときにイヤホン配布がありました。この紙の箱の中に入ってコリアンエアというのにちょっと書いてますね。これでコンテンツ楽しめってことかな。今回は短いのでフライト時間がね、映画とか見ちゃうと中途半端になっちゃいます。機内の照明は暗くなりましたね。機内食は何が出るかな、韓国料理かな、楽しみですね。機内食までまだ時間があるんで、ちょっと機内室でルートマップ確認しておきます。まあ、大韓航空、この赤色の点のところはね、大韓航空が運航する便になりますね。まあ、もちろんアジアは、まあ、日本も含めてね、かなり多く就航してるんだけども、中央アジアのタシケント、ウズベキスタンですねにも就航していたり、あとモンゴルのウランバートル、こういったところにもね路線持ってるんですよね。ネパール、カトマンズもあるし、でまだこれロシア路線はモスクワとサンクトペテル持ってるね。多分これに関しては今運休してると思います。であとはイスラエルのテルアビブで、これヨーロッパ路線もすごい充実してる。イスタンブール、ブダペスト、ウィーン、プラハ、フランクフルト、アムステルダム、ロンドン、パリ、チューリヒ、ミラノ、ローマ、バルセロナ、マドリード、あとリスボンにも就航してるんだ。ポルトガル、すごいね。でアメリカ路線の方になると、ニューヨーク、ボストン、ワシントン、シカゴ、ダラス、アトランタで、ラスベガス、ロサンゼルス、サンフランシスコで、カナダだとバンクーバー、トロントですね。はあ。あとオセアニアだとオーストラリアはシドニーとブリスベン、あとニュージーランドのオークランドにも就航してます。すごいわ、これが大韓航空のルートマップか。なるほどね。機内食が提供されました。選択肢はなく全員ねプルコギになりますね。大韓航空というか韓国のエアラインあるあるコチュジャンも配られましたよ。短距離なんですけどもね、ちゃんと機内食してますね。でドリンクはコーラにしました。他にもスプライトとか、あとはオレンジジュース、リンゴジュースで、ビールはハイネケン積んでるみたいです。一応まあアルコールも少しですけど用意されてますね。であとパンとフルーツサラダになります。サラダにはエビも入ってますね。結構美味しそうです。ちょっと揺れてきてるんでね、気をつけながら食べないといけないけど、大韓航空の機内食、まあ味は問題ないでしょう、韓国の航空会社ですからね、美味しいと思います。まあ、今回エコノミーですけども、またちょっと次回ね、できれば747とかのビジネスとか乗りたいですね。 A380 でもいいけど。機内食食べ終えました。青空広がってますが、ちなみになんですが、中国と韓国時差が発生しまして、プラス1時間ですね。まあ、韓国は日本と時差がありませんので、今現在韓国の時間は13時15分、まあ、到着は14時過ぎになりそうですね。食事ねめっちゃ美味しかった。まあ、正直短距離線ね、1時間半とかの短い路線なんで、もっと軽いものが提供されるのかなと思ったら、ちゃんとワンプレートでホットミール提供してくれたんで、まあ、個人的には大満足です。あと1時間半ですね。1時間半もないわ、あと53分ですね。ちなみに今回なんですが、マイルはねフライングブルー、あのエールフランスのやつに加算されます。意外とねあのフライングブルー溜まってきてるんですよね、マイル。あれ貯めて KLM に交換して各アムステルダム乗りたいなと思ってるんで、今順調に溜まっていってるところです。まだフライト時間は30分弱あるんですけども、すでに、ね、もう座席元に戻してっていう案内されてますね。大韓航空は乱気流で事故があってからかなり早めに最初の着陸準備に入るようになったっていうニュースを前見た気がします。今までは結構ギリギリまでね、
最終の着陸準備には入んなかったんだけど、結構30分前の時点で今は入るみたいですね。これ今韓国の上空を飛行しています。チジュとかも越えてソウルもね、目と鼻の先ですね。だいぶコート戻してきまして、もうあと2分ぐらいで着陸となります。相変わらず韓国も結構もやってますね。久々かな、インチョン空港。フィンエアとかいる。インチョン空港は第2ターミナルを、ね、使ってます。もう目の前に見えてるターミナルが第2ターミナルですね。インチョン来たのあれ以来かな、あの T ウェイ航空でザグレブ行った時以来かもしれない。結構久々。着陸してからスポットまでだいぶ時間かかりました。ようやく着いた。隣ボーイング747のダッシュ8ですね。大観熱も撮ってみたいな。よし、では降機しましょう。トリプルセブンはでかいんでね、やっぱ降機するのにもだいぶ時間かかります。ドア開いてまずはファーストビジネスで、その次にエコノミーのお客さんですからね。実はこの後乗り継ぎがあるので、そんなに時間も正直ないんですよ。もう2時間以内の出発なんでね、なんとか間に合うといいんですけども、もうこのまま今日日本帰るんで、1回ちょっと急いで降機します。飛行機合計したんですが、今回ちょっとゲートの都合上飛行機見れなかったんで、ちょっと同じね、トリプルセブンのダッシュ 300ER 横から撮ります。こちらに乗って中国の上海から到着したわけですね。やっぱでかいよね、トリプルセブンダッシュ 300ER は。迫力があります。エンジンもそうだけど。お疲れ様でした。まあこれじゃないんだけどね、これと全く同じ飛行機でした。ではこのまま乗り継ぎがあるんですけども、おそらく次 LCC に乗り継ぐんで、一回入国しないといけないよね、多分。ターミナルも変わるし。なので、ちょっとこのままイミグレーション進みましょうか。間に合うよね。16時5分の飛行機とかなんだけど、今14時20分なんですよね。ちょっと頑張ります。イミグレのすぐ横にね、ターミナル1コンコースって書いてんだよね。でも、これ、行けるのかな？ちょっと待って、怖いな。オンラインチェックインができたらいいんだけども、オンラインチェックインとかもしてないので、まず航空会社のカウンターに寄らないといけないんだけど、これ行けんのかな？
無理っぽいよねって言いながら行ってるんだけども、いやちょっと怖いな、これで間に合わんってなったらやばいんで、とりあえずここで入国するか。入国して、いやでも気になるな、行こうやっぱこれで間に合わんかったらあれなんだけど、次ね、ちなみにあのチェジュ航空に乗るんですよ。で LCC じゃないですか。で第一ターミナルからの出発なんですよね。今ここ T2 なんだけども、大丈夫なのかな、ちょっと行けることを信じます。ちょっと行ってみよう。もし無理だったらやばいな、乗り遅れたら笑ってください。一応ですね、このパスポートを読み込む機械、改札みたいなのありました。こっちに進めって書いてあるんだけども、行ってみようか。これ行きましょう。降ります。これスキャンして、搭乗券はいらないみたい。パスポートスキャンだけで通れました。便名入力してくれって言われて、次あの知事航空なんで2レターは 7C なんだけど、 7C で、あと便名入れると改札開きました。大丈夫、いけんのかな、ちょっと気になるよね普通に。ではこちら一応今から第一ターミナルに向かいます。直接あれかな、もうゲート前行ってそこでチェックイン手続きとかやってもらうことになるのかな。まあ、LCC だから弾かれるとか特になかったです。とりあえず列車に乗って第一ターミナル方に、ね、移動しろというふうに書いています。ということでちょっとこの先はですね動画を分けようと思います。まあ、次回ねこの後どうなったかっていうのは動画見ていただけたらなというふうに思うので、インチョン空港での乗り継ぎ方法とか気になる方もね、ちょっと次回の動画また参考にしてみてください。はい、ということで本日ね大韓航空の 777-300ER で到着したわけですが、あのめちゃくちゃ快適だった。横のね座席配置が333、9人掛けだったんで、横幅もやっぱゆとりあるし、足元の広さも 2.5 個分ぐらいの拳の広さあったし、駅内食もすごく美味しかったし、個人的に短距離線だったんだけどめちゃくちゃ満足です。またね大韓航空長距離便とかっていうのをいっぱい飛んでるんでね、さっきルートマップ見ましたけども、ヨーロッパとかアメリカ路線とか長距離線で、まあ、今度はビジネスクラスとかね乗れたらいいなというふうに思います。はい、ということで本日の動画はねこの辺で終わりたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。